天堂名古屋にお越しの皆さん、ヒーロー炒めです。今日は友達ヒーロー涌井秀明投手、そして細川誠也選手です。まずは涌井投手にお話をお伺いします。バンテリンドームのお立ち台は初めてかと思います。今そちらから見える景色はいかがでしょうか。このバンテリンドームのお立ち台は初めてかと思います。はい、今そちらから見える景色はいかがでしょうか。ようやくドアラがもらえたのですごい嬉しいです。移籍をしてきて4回目の本拠地のマウンドということになりました。今日はどんなことを思ってマウンドに上がったんでしょうか。初回大ピンチを迎えて、しっかり、次は取った後に優勝したことに大歓声があったので、すごい乗っていきました。その大きな歓声もあって、結果6回1点、ご自身ではどう振り返りますか。いつもご飯食べさせてくれて、すごいアピールしてくるので、ようやくこうやって2人で大事に食べて、お金使ってきた甲斐があったので、細川さんにとってもいい勝利になったと思いますし、涌井投手にとっても37歳、初登板、初勝利。しかも本拠地でも初勝利ということになりました。そのあたりいかがでしょうか。はい、ここで勝てたのはすごい嬉しいですし、細川が打ったのもすごい嬉しいです。では涌井投手にはまた最後に締めていただきたいと思います。何度もお名前が出てきました、細川選手です。今日は先制した後の打席になりました。どんな気持ちでバッターボックスに入ったでしょうか。もうなんとか涌井さんを果たしてあげられるようにいつもお世話になっているので、もうその思いで今日一試合に臨みました。ショート早く初球で決めましたね。そうですね、ビシエドが、勢いをつけてくれたので、それに乗って、初球から石井さん、細川さんと続いて、その後石川昂弥選手も続く、試合が終わってみたら5得点というゲームになりました。勢いつきましたね。そうですね、これからの試合も、いいタイミングが出るように、チームを出してあげられるように頑張りたいです。今日の一打で涌井さんからは何をご指導してもらいましょうか。またお肉をお差し上げます。さて、来週からはドラゴンズは敵地で、今度はタイガース、ベイスターズ上位との対戦になります。細川さん、活躍を誓ってください。来週からまた、練習を続けていけるように、チームの勝利に貢献できるように頑張ります。これだけ多くのファンの皆さんが涌井投手の勝利を待っていました。そしてこれからの戦い、ピッチングというのも楽しみにしていると思います。ぜひファンの皆さんに応えてください。本日もご声援ありがとうございました。そろそろ涌井のタイムもピンチなので、スポンサーの方、細川のスポンサーの方をちょっと探していきたいなと思います。そして、来週から2時間になりますけど、細川君はしっかり打って、みんな打って、6連勝して帰ってきたいと思います。ありがとうございました。